東海道新幹線の運転見合わせの区間が広がっています。JR 東海によりますと、新横浜駅と小田原駅の間で雨の量が規制値を超えました。午後5時36分から一部の区間で運転を見合わせていますが、その区間が延びて午後6時10分現在、上りは岡山駅から東京駅の間、下りは東京駅と新富士駅の間で運転を見合わせています。